財務研究所所長のぶです。今日はね、この写真を見ながら、解説していきたいと思います。これはかつての往年のロビーナッシュですね。これのねボトムターンじゃないかなとは思うんだけどもね、これを見て、これはまあノーマルジャイブのさ典型で、カービングノーマルジャイブっていうのかな、そんな感じなんだよね。これもかなり昔だよね。もうね、だいぶ昔だよね。もう20年前、そういう世界だよね。20年前、もうちょっと前かもしれないっていうぐらい古い。でこれでね、今回何を伝えたいかということ でジャイブの3大要素っつって、スピードですよね、まずね。で内傾があって、受信移動ね、この3つがね一番重要だよね。で最近よく言ってるのが、内傾も必要だし、必要だよね。内傾でしっかりとね、ボードを傾けやすと。そして今度はね、それを失速しないために前傾も必要だよね。重心移動ですね、前傾重心移動ね。あのね、グッて押し込む、テールが沈んで押し込むのを、後半ね、それを緩めて、テールの沈みをさ浮かさせなくてだよね。そうすると前傾して体を前に持ってくることによってね、レールを長く使って失速を防ぐっていう方法でね、ずっとブレーキからギュッと押し込んでたら絶対最後は止まっちゃうわけだから、それをいかに抜いてね、それが前傾が必要だということなんですね。でこの写真を見てね、思ったことっていう、ちょっとね、それに関連づいた話なんでね。でこれどういう話かっていうと、内傾でもさ、今はさ完璧に分かれたんですよ、内傾がね。倒れ込み内傾と、ブーメンド内傾っていう形ね。だから倒れ込み内傾って声量を引き込んで、そのまま真横に倒れるってね、倒れ込み内傾、これは大体フォアレイキに近いね、スラロームっぽいね、形。これはあとはこの写真のように昔からあるブーメンド内傾、ブームの手の方に頭を持ってきて、体をだけを内傾させて、声量のパワーを使って、この2つを使い分けるんだね。でこれは大体2つなんですよ。でフォアレイキでも必ず最後のブーメンド内傾使うわけね。フォアレイキってフォアレイキで終わんないわけ。だから2つくっつけなくてないってとか、ちょっと難しいとは難しいんだけどもね。フォアレイキで倒れ込み内傾で倒れ込んでって、ジャイブの後半ね、ランニングを越えたあたりからセールをちょっと起こしてきて、今度はブーメンド内傾で、そこのターンの最後のね、ターンをキュッと入れるという、これがブーメンド内傾。頭の位置がね、この辺でちょっと説明しておくと、頭の位置がこの位置からブーメンド内傾がこっちに来るわけね、ブーム手の方にね。今の多分ロビーナッシャーはこの辺まで持ってると思うんだけどね、ブーム手をね。でここに頭を持ってくることによって、ここのターンを、この流れのターンをこういう風な急激なターンに持っていくと、これがねウェーブライディングのボードコントロールってやつなんだけどもね。この話はいいとしてそう、このね昔の写真を何を見て思うかっていうと、これねどうだろう、こうやって書いていこう。ボードのセンターってここにこうやってあるじゃないですかね。そしてこれの場合ね、これ昔のロビーナッシュね、昔のロビーナッシュ、これはノーマルジャイブしかなかったのでね、この形なんだけども、つま先がね多分ね、これね進行方向見て、進行方向からね、進行方向に近いのかな、つま先がね、進行方向からちょっとだから、せいぜい45度くらい、90度には絶対入ってないですよ。どういうことかっていうとさ、今日ちょっと話長くなっちゃうから、もしかしたらこの前足のね、前足ストラップに入れた前足のつま先ってどっち向いてるかっていうと、もう一回書こうか。ボードのセンターがあったとしたらね、つま先っていうのは多分ねこういう形なんですよ。わかるかな、どういうことか。45度なんですね、だいたいボードのセンターに対して45度ぐらいっていうのがね、これはもうストラップが45度ぐらいにねついてるから、入れればつま先が45度になると思うんですね。で後ろ足ね、後ろ足も多分それに近いか、多分俺が思う、ここのね見えないけど思うには、ここではね後ろ足のつま先っていうのはね、こうなんですよ。こう90度。だから前のつま先45度なんだけど、後ろ足は90度、置いた位置はね。これなぜかっていうと、これはね、完璧にね、昔のカービングなんですよ。これは多分サイズが大きいんですよ。上から見てるか分かんない。多分マストぐらいの普通、綺麗ないい波で、スピードが高速ターンができるね、ホキーパーの多分いい波だと思うんだけども、そうするとこのつま先ね、90度ノーズの方に向けた90度の形で何をするかっていうとさ、これちょっとね面白いからちょっと思いっきり話をしようそう、これどういうかっていうと、ボードのね
そうだ、ちゃんと書こう。じゃあ一回消しますね。今日はちょっと話が長くなると思うんで、これね、ボードがこうやってありますよね。でボードのセンター、キュッとボードのセンターがあります。そしたらこのセンターにしっかり乗ってボードがね45度傾いたとします。でボードが45度傾きました、レールが入ってね。でそこにセンターに軸が乗るということなんですよ。だからどういうことかというと、このねロビーナッシュのこれを見た時に何を思ったかというと、ボードのアウトラインとロッカーで回ってるんですよね。後ろ足でグリッてやってないんですよ。これ多分昔のボードだから、今のボードはグリッてやって回るんですよ、簡単に。それも失速しないでね、フィンが4つついてるしさ、バランスもいいから、元ボードはそう。昔のはね、私も散々練習したんだけど、カービングジャイブっていうのはボードのセンターでから内傾させて体を向けるんだけど、膝とね後ろの膝とつま先を進行方向に向けたんですよ。でそこでボードの軸に乗りながら自転車をか、まあ、バイクを傾ける、自転車を傾けるみたいな、レールを45度入れるみたいな感じなんですよ。こうするとまっすぐね、自分の重心っていうのはボードに対してまっすぐこう行くんで、そこで踏み込むわけだからものすごい前傾できるんですよ。だし斜め45度じゃないんだから、まっすぐノーズの方に前傾しちゃうわけだから。でもそこでレールを45度入れることによって、このアウトレーンでギューッと回っていくわけよ。まあ、あとは後ろ足のプレッシャーね、かけ方によってね、重心のかけ方によって回るんだけどもね。あと一応フィンがついててテールロッカーっていうのがあるからね。でも前に前に行こうっていうことね、自分は前に前に行こうっていうこうね、スピードを上げるターンで、ボードのアウトラインで回っていくって、こんなイメージかな。うん、だからすげえカービングしたんだよね。でこれスラロームはね、今それに近いのかな、どっちかというとジャイブ的にはね、スラロームはそれに近い。うん、あのまあ多分こうね、イメージでやってもらえばいいけど、ボードが45度傾いたら、そこのしっかりと芯にね軸に乗って、自分の体も45度、ボードが傾いたらそこにしっかりと自分を45度向けて、それもまっすぐね進行方向に向いて傾ける。そうするとボードの芯に乗ってグーッて自由を感じながら、ギューッとこうアウトラインで回っていくっていうイメージなんですよ。でもこれってね、カービングにはすげえ重要な気がするんですね。だからスラロームのジャイブとして考えると、結構これ重要じゃないかなと思ってね。でスラロームジャイブ、ほら平水でやってて、ジャイブでギュン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 いって、ね、ジャイブで勝ち負けが出るようなカービングジャイブっていうと、それに近い、後ろ足でキュッてコントロールするんじゃないんだよね、もうスラロームはね。その、カービング、ボードの芯に乗って体の斜め45度のカービングで、でね、つま先はもうノーズロール向いてるから、そこでもしっかりと前傾、そして踏み込んでいくという前傾の仕方、これがね、今回、この写真を見てね思ったことで、今だったらほとんどつま先を45度もっと開くんだよね。スラップに後ろ足入れっぱなしだから、今だと90度後ろ足のつま先が開いてるわけね。で後ろ足でギュッとコントロールするんですよ。今はそれなりにしっかりとコントロールできるボードなんだね。このロビーナッシュの当時の、ね、ボードに比べたら多分30センチぐらい短いからそうってことは、アウトレーンもうちょっと丸いんですよ。テールのアウトレーンも丸くなるんだよね、短くなるのも、うん、でフィンが4つもついてるからね、今ね、だいたい3つか4つだから、このフィンとのフィンの間の水流だけでも回るわけよ。うん、そうで、ロッカーのねバランスも、ボードのバランスもいいし、セールの、ね、バランスもいいから、今合ってるからさ、それでも失速しないね。昔はそうじゃなくて失速しちゃったんだよねって話なんだよね。うん、でそれを思ったこと、だから今でもね、今言ったことはすごい悪いことじゃなくていいことなんですよ。体の軸によってカービング内径を取って、ギューッとそこで回っていくってことだよね。ただウィンドサーフィンの場合は、そこから180度回んなくちゃならないっていうね、ちょっとしめんどくさいことなんだね。このカービングターンってスノーボードだったりスキーだったら180度回んないから使えるんですよ。90度、せいぜい190度110度とか120度じゃんね。だからこれは使えるんだよ、うん、スキーとかスノーボードには。そのカービングターンが軸に乗って、体だけ斜めやって、体だけものすごい前傾して、そこのアウトライン、だからスキーとかする方だったら、このしなにね、あれわざとしなるようになってて、そうするとアウトラインが変わるわけよ。そのアウトラインでね、ギューッと回っていく、ターンしていくっていう形だけどね、それができる。
でもウィンドサーフィンはそれができないんだよ。第一、ジャイブに関してだったら180度回んなくな、回んなくちゃならないし、ウェーブでもリップに上がるのに180度回転しなくちゃならない。ただものすごい大きさですごい綺麗な波でマストサイズのめちゃくちゃメンツの綺麗な波だったら90度180度回んなくていいわけだから、そうすると90度110度120度でも成立する。そうするとトッププロ連中もカービングターンするんだよ、リッチリッチとね。めちゃくちゃマニアックな、ちょっと難しい話になっちゃったけど、これ見てもらえば分かるけど、だからそのねボトムターンと普通のボトムターンで一緒にしちゃダメなんだよ。だからね、あのウェーブのボトムターンで見るときにはこの風のね向きとかさ、波の向きを見てみんなターン変えてるわけだから、みんな一緒だと思ってこう見てて勉強しちゃうと、これめちゃくちゃ間違っちゃうんだよね。結構みんな間違ってるんだよね。オフショアクロスオフでさ、めちゃくちゃ綺麗な波でさギューってやって、まあ、そうすると俺180度ターンしないわけよ。そうしたら本当にカービングだけでいいんだよね。うん、本当にカービングだけでいいの。だからこれを結構みんなちゃんとねトッププラー使うわけよ、分かってるから。でもそれを分からないでね、真っサイドで風が真っサイドで真下に降りてグーって真上に上げると180度ターンするというね、体の使い方とそのね90度しか曲がれないターンのね仕方、これは違う。ウェーブに関しては全然違うので、それをね一緒になって、あこれはかっこいいと思ってやっちゃうとこれ失敗する。これセール、実とセールの使い方も違う。これはたまに私よくこれ説明するんだけどね、多分分かってる人は分かってるしね。でも今聞いて分かった人も、あれってそういう違いがあるんかみたいな。そうだからこれカービングターンと、ね、180度もか体の使い方と膝の使い方は違うんだよね。うん、だから結局、だからさ、結局ジャイブをすごい楽しむって本当にカービングしてね、180度で90度だとか110度ぐらい、せいぜい120度もあったところでもうセールを返して、そこでコントロールやめて抜けていく、クォーターで抜けていくってジャイブを目指す人はそれでもいいわけよ。だからスラロームってどっちかというとそれだから、それでもいいわけよ。うん、スラロームの人はね、うん、ってことなんですよ。だからジャイブって質があるから、自分が求めるジャイブがあるからね。結局ウェーブのターンみたいに180度ぐーって回って失速しないのを目指していくのか、スラロームっていうカテゴリーにね絞ってね、あのクォーターで抜けていくのを目指すかっていうところで、そのターンの違いでカービングするのかっていうところで、膝の向きも違うとか全部違ってくるって話なんでね、そういうことなんですよ。でね、その究極のカービングターンということで、ちょっと一枚いい写真があるんでね、ちょっとお見せしましょう。この写真がね、究極のカービングターンですよ。これウェーブのターンじゃないんじゃない、だから結局これどういうことかっていうと、ほら、もう体とさ全部さ自分のさタイヤの方にこっちに向いてるじゃん、ターンの進行方向に向いてんじゃん。でそのバイクが傾いてるわけだけど、そこのしっかりさ芯に乗ってるんだよね。まあ芯よりも水面につくるから肩がつくぐらい来てんだけどこれめちゃくちゃすごいんだよね。うん、これがね究極のカービングターンっていうことでね、ちょっとこれあのメンバーさんに写真送ったんだけどさ、こういうことなんですよ。でこれってやっぱりスラローム系なんですね、ウェーブじゃないんですね。ウェーブでもクロスオフのすごいいい波、もう超高速ターンっていう感じだよねっていうことなんですよ。でこれってバイクの場合はさ、アクセルがあるからね、アクセルでパワー入れられるんさ。これがねちょっとウィンドサーフィンとちょっと変わってくるんだけど、なぜかというとさ、このターンっていうのはウィンドサーフィンで言うとノーマルジャイブのセルの使い方なんさ。体が正面向いてるわけだから、倒れ込みないけばだけじゃないから。っていうことはこの状態で、ね、昔ロビーナッシャーがよくやってたんだけど、この状態で超高速でターンすると大体ボトムターンでブームが引っかかるんですよ、水面に。ってことはセールのねパワーポイントが内側に入っちゃうわけだから、体が一緒と体と一緒に体が45度水面につくぐらいさ、カービングで内傾しちゃうわけだから、そうするとブーメントってつくんだよ、パーンってついちゃうの。よくロビーナッシュもよくついてたの。でそれでブーメントちょっと上げてセールのパワーをまっすぐ前に向けてね、ベアさせるって。だからブーム平行になるとさ、まっすぐ、ボードのセンターにぴっちゃり合っちゃうから、まっすぐ引っ張っていくわけじゃんね。そしてそうするとさ、ブーメントつかないんだけど、でもこれってさ、いい波でもしカービングしてやると、実はとね進行風が入ってきてること邪魔だからできないんさ。
だから限界があったんで、ノーマルジャイブにはね。でそこで初めてフォアレッグジャイブね、まあレイダウンから進化したみたいなとこなんだけど、これは倒れ込めないかってブーム引き込んで、そのまま体が内側に取れるんだね。だからでも体は内側に倒れるから、つま先45度内向いて、あのリップの方に向いちゃうわけよ。そうするとこの形とはちょっと違うな。だから進化系なんでね、ウィンドウのねジャイブね、フォアレッグっていうのね、バイクより。そうなぜかというと、セールのパワー、アクセルがないから、そのセールのパワーっていうのは、実を言うとその場合だったら進行風になっちゃうんだもんね。だからしっかり引き込んで進行風で、だからマストでクッて出しながら、前マストでの方から風を入れて、そこに風を入れて、そこでセールの風のパワーを、進行風のパワーを使うんだよね。だから完璧に引き込んだ状態ね、引き込んだ状態で今度斜めになって、だからそれもできるかもしれないね、実を言うとね。この形で引き込んでね、体は正面向きながら引き込んでさ、体をたもうそれもできるかもしれない。だからこのジャイブがね、ゆくゆくはさ、多分、スラロームのジャイブでこの形が出てくるかもしれない、この体の使い方がね。でもっともっと進化すれば、もしかしたらウェーブでもこれが出てくるかもしれないよね。まあターンは大きくなっちゃうけどね、そこでターンできるって、そこでターンコントロールできるって、多分もしかしたら、ボードのね、アウトラインが変わったりとか、システムが変わってさ、フィンシステムが変わってさ、なんだろう、フィンが途中で後ろ足ストラップと連動してて、後ろストラップのつま先ヒュッと内側に入れると、フィンがグッとね4本一緒にこうやって曲がっちゃったりとかさ、そういう可能性もあるよね。そうすればこの形ができるかもしれない、うん、もしかしたらそういうボードができる誰かね、テストして作るやつがいるかもしれない、うん、考えて面白いやつはね、多分ね、後ろのストラップパッて入れましたと、でそのストラップとさ連動して、下のフィンがさ4つさ、つま先をキュッと向けると、それと一緒にこうやってフィンが動くようなね、回転板がついててさ、でフィンにも回転板がついてて、そこにフィンが4つついてて、つま先キュッ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 と回ったらフィンがキュッ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 と勝手に動くみたいなね、うん、そうするとこの形ができる。で初心者にとったらさ、内傾しなくてもボードが勝手に回るみたいなフィンの水流の差だけで勝手に回るみたいな、だからそういう細かいところまでもしかしたらウィンドサーフィンがいくかもしれない、うん、多分もう誰かテストしてるかもしれないけどね、テストは多分してないか昔してたかもしれない、うん、私昔そういうの作ろうと思ってたけど、あれ砂が噛んじゃうと動かねえなとかさ、海でやるからさ無理だなとか、でも考えればできるんじゃないかな。昔考えたけど、やっぱり砂が噛んじゃうともう動かないからね、うん、そう、あと勝手にキュッ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 動いちゃったらさ、ボードが勝手にグリグリグリ動いちゃって安定性がないから、これは無理だなとか。でも今のボードとセール、あとこの技術の進化によって、もしかしたらそれがね使いこなせる可能性が出てくる人もいるかもしれない。そうするとまた変わっちゃいますね、うん、でもサーフィンが、サーフィンでそれが出てこないっていうのは、もしかしたら、そこでもサーフィンよりウィンドのボードで動かないからね、サーフィンチックにあの辺まで動かすとしたら、そういうシステムはもしかしたら必要かもしれないっていう話でした、これがね、今回の話です。なかなかね、ちょっとマニアックすぎちゃってね、ついてこれる人がいたかいないかっていうところなんだけどね。まあでもね、マニアの人には多分たまらない話だと思うんだけど、もう私いつもこういうことを考えてるということなんですよ、うん、だからね、今回の話はそのカービング、さっきの一番昔の古いねロビーナッシュのジャイブを見ながら、これカービングターンだよって話から、最新のね、もしかしたらこういうシステムになるんじゃないかって話をちょっとしたんですよね。まあたまにはこういうお話も面白いんじゃないかと思って、